ルーク調整ありましたね。ルーク調整ありましたね。いや、なんか、入りそうだなっていう予感はしたけど、本当に入るとは思わなかった。すごいね。すごいスピードだね。ふなっち、まあ、いった。ありがとう。まあ、でも、過去にもあったからね。ああいう緊急調整はね。まあ、そのパターンだなと思ったけど。小雨の親ばありがとう。やっぱなんか、議論の余地なく最強っていうのは、結構調整の対象なんだなっていう。ルークの弱体化一人調べたんですか？ああ、一応トレモでちょっと調べて、そのルークの話全然してなかったね。まあ、個人的な意見としては、ぐっとスト5に平和が訪れたんじゃないでしょうか。ルークって、自分から行く組み合わせは、まあまあ、まあ大変というか、根気力高いから、全然いけるんだけど、まあただちょっとめんどくさいっていうか、普通の対戦させられると思うんだけど、ルークに対して自分から行かなきゃいけないキャラたちが、本当にひどい思い、ひどい目にあってたんだと思うんだね。まあ太刀集計発動とか、太刀集計トリガーとか、相手してる方もやってる方もあんまり面白くないよね、これみたいな。それが結構闇だったと思うんだけど、それがなんか太刀集計の弱体化で、まあ普通になったっていうので、まあ、自分から行かなきゃいけないキャラたちが楽しめるようになったっていうのはいいんじゃないかなと思う。それでも全然強いと思うしね。で、ただガイル視点で言うと、その多種菊もともとあんま困ってなかったから、まあ中央視点の弱体ぐらいかな。中央視弱体で、まあ刺そうと思えば刺し返せるし、あと多分中央視とソニックがまあ、こう、タイミングちょっといい感じになって中和しにソニカ刺さるとか。まあそういうのもあるから、ガイル目線からすると、まあ、ちょっと楽になってるのかなっていう。タッチショーゲックの影響はあんま受けてなさそう。で、弱弱に関しては、反撃しやすいかどうか、だから上手い人たちにとっては関係ないんだなっていう気はする。ガエル視点で言うと中足かな。まあ、中足ぐらいだね、逆に言うと。それ以外はあんま変わってない。ガエル目線は。最上位の一角。わかんないんだけど、自分で使ってるわけじゃないから、今はね。そのどれぐらいその弱体化を感じるのかっていうのはわかんないけど、まあでも、最強キャラは変わりないと思うけどね。どうなんだろう。私活動弱くなったね。あれに関しては、俺ね、まあ、いや、強かったよ。タッシュギック発めちゃめちゃ強かったし、その後のタッシュギックトリガーも強かったけど、発動は残してもよかったかもなと思った。理由は、あれ、多分すげえ練習したんだよ、みんな、あのコンボ。あのコンボみんなすげえ練習したから、あれは残してもよかったんじゃねえかなっていう気がした。そう、だし、楽しい瞬間だったから、あれはまあ、楽しさ奪われちゃったかなって、まあ楽しさっていうか、あそこ楽しいっていうのもおかしい話なんだけど、まあ気持ちいい場面だから、なんかね、すげえ練習させられた割に、急に使い道なくなったっていうのは、ね、ちょっと、かわいそうだなっていう。まあ、太刀集キックトリガーは、あれは本当にお互いつまんないじゃん。ね。太刀集キック確認するだけのお仕事になってたから、あれはお互いつまんないから、まあ、あれはいいんじゃないっていう。すごい、なんか、まともな最強キャラになった気がする。健全な。あ、これならいいんじゃねっていう。最強キャラかもしんないけど。ただ、何？中玉の弱体化はよくわかんなかったな。何が変わったのっていう。結局最強ってのは変わりないっぽいね、ルーク使いからしても。いや、最強は最強でいいと思うんだよ。6のキャラだし、別に。そこはみんな納得というか、まあ、そりゃねえって感じだと思うんだけど。最強すぎたのと、あと、質よな。その最強の質。やってておもろないねんっていう。ガイルは楽しめてたけど。だいぶ緩和されたと思うから、いいと思うな、あれ。やりすぎずで、ちょうどいい調整なんじゃないかなって、思ってます。中玉は持続得てトレモのライン3つ分くらい射程減った。あ、そうなんだ。あ、じゃあそれはまだやってないからわかんないのかな。射程が減ったんだ。ユーザーありがと
ってことは中玉空振りに EX ソニックとか結構できるようになってんのかな。どうなんだろう。まあでもなんかこれでもうちょっとみんな、まあ結局ルーク使っときゃいいっていうのは変わんないのかもしれないけど、道着使いとかがね、もうちょいキャラばらけてくれたら楽しいよね。影とか使う意味がなんか出てきたかなっていう。マチ君が射程でネイルさせるって喜んでた。違うよ、今俺ね、裏行くと思ったんですよ。だからためがなかったんですよ。相対的に影かなり面白いポジションになったんじゃない？うん、かもしれない。影、ちょっと目立たせてあげてほしいけどな。一応完全新キャラなのにさ。ずっと空気やん。まあ、それ言ったらファンもそうなんだけどさ。今回の影はかなりいいと思うんだけどね。マジでなんか生まれる時代間違えたっていうか、なぜルークがいるんだっていう。え、俺の時代来たんじゃねえのっていう。思いきや。ルークと時期同じくしてしまった。影のシフトブレーカー結構長い。そう。ただね、回収が難しいから、結局あんま強くないと思う。そこがこのゲームの格差結構あるんですよね。影はメナトより強い。うん、それはありそうだね。それは全然ありそう。メナトってやっぱ空気なのかね。突破ち上がったら影再開ワンチャンですか。そうだね。全然あるかな、それは。アローがね、ルークの弱体化って大きかったの。大きかったと思います。かなり弱体化してます。ただ元が強いんで、結局最強だとは思う。やっぱすげえ弱くなって、それでも最強っていい調整だよね。めっちゃ、ヤマコン、アヤタカ、キャラランク変わるの調整もちょっとね。まあね、最強は最強だからまあ、頑張ってねっていう感じよね。で今までがちょっとだ、もうやりすぎだっただけで。さすがにやりすぎでしょってぐらい強かったから。これがまあマイルドになるんだったら、いいじゃん。ええやないか。ルーク弱体化して今ガイルかなり強くないですか。いや、多分、ルーク弱くなっても、キャラランク変わってないと思うけどな。結局ルーク最強だと思うし。リザシア、タボ、ドネスポ、ハルミアリアと。もっともっとナーフしないとダメだった。いや、別に、そうは思わないけど、最強は最強じゃねっていう。ガイルのいける具合はあんまり変わってない気がする。